前回に引き続きボリューム4いきたいと思います。前回のは TA03 特集みたいな感じだと、今回も割とそうなのかな、まあ、そうなってきますよね。開けていきましょう。もうね、早くもね、このトビークラフトからこれこのギア、中のギアをね、スパーギアがめっちゃ細く、これ多分ねこれには私の03にこれ中身入って、これ入ってるんですよこの時はサードパーティーもね、そのタミヤが出すことによってサードパーティーも潤う時代でしたからね。これなんか覚えてる、これこのフロントバンパーがないのが衝撃だったイメージがある、この ABC のね、シャーシね、なんだっけこのシャーシ、トビークラフトね。トビーもなんか今もやってるのかな、トビーさんってなんかまだやめてはいないのかな。でも正直もう失礼ながらちょっと注文するものがなくて注文してないんだけど、もう注文すると例えばあの06モジュールのスチールのピニオンとかってやっぱ貴重なんですよね。タミヤさん出してるのってアルミじゃないですか、だから06モジュールのって全部ね、だから摩耗激しいんだけど、トビーさんがそれのスチール出してたんで、結構そのタミグラは出れないけど普段使いで使ってたっていうのが私よくあるんですよね。うちでもね、割と最近って言っても 2,3 年前まではそれ入れてたんで、なくなってるとはないと思うんですけどね。どうなんですか。あ、ジュリアだ、これジュリアボディ可愛いよね。あ、これエンジンカーだ、そうエンジンもあったよね、そういえばね、ポルシェ 91GT1 のね。ファイターバギーってこの時に出てたの。ファイターバギーってもね、もっとね、最近って言ってもここ15年以内かなと思ってたら、結構前があるのね、ファイターバギーね。へー、うん、川田のトリップメイト、このね、あと ABC のなんだっけ、ドライビングトレーニングマシン DTM って言われて、ね、それ割とすげえやっためちゃめちゃやっためっちゃネズミのように速いんで、それをパラゴンの黒缶っていうね、強烈なグリップ剤塗って、本当にこう明らかに早死にするなっていうような、こうすごい一周の漂う中ね、ガンガンやっててね、楽しい思い出ですよ。シャーシはもうね、基本自分で切り出すみたいなね、そんな楽しみ方してました。すごい操縦の仕方なんかやってるのね。あ、有村さんだ、有村さん、この方がね、一緒にこう対談をさせていただいた方、これあれかな、開発秘話っていうやつなんですかね、うん、その開発秘話がこうあるって書いてあったから、開発秘話ってね、だから有村さん出てきたんですよね。あ、そうそう、これ話聞いたんですよ。最初 F プロを作るときにフロントにこのバッテリーを乗っけてやったって言ってましたね、重量配分するのにね。まあ、詳しくはね、対談動画を見ていただけるといいかなと。これでもバーティカルやってるんですね、フレームね、いろいろやってたの、本当にね、いろいろやってて、上司と喧嘩するぐらい本気でやってたって言ってましたからね。この人なんか前回も出てきたけど、なんか味あるよね、この方ねすごい味あるな私嫌いじゃないよ、すごい嫌いじゃないとか偉そうだよね。でもなんか、お、これタミヤ RC ができるまでっていう、すごい。あ、これも 3D だよね。あ、 3D だよ。なんか有村さんがあれ、最初 F1 か、 F1 の時が 2D、2D でねやってたって言ってましたね。もう 3D ですね、この時ね。パソコンのモニターが時代を感じるよね、めちゃめちゃ時代を感じる。これタミヤ社屋だ。うん、出版社対抗レースとかねやってますよ。こういうの私見るの結構ねワクワクして見てましたよ、ね、でそれぞれの視点でこう見るみたいなのがね、こっちの雑誌でこのことを取り上げて、こっちの雑誌でこのことを取り上げてみたいなのを、そこ総合的に見るのもね好きでした。ラジコン大好きだったんでこの中に知ってる人いるかな、私いらないだろうな、残念ながらちょっとね分かんないですね、知ってる方いらっしゃらないですね。こういう漫画なんかも全部ちゃんと読んでましたよちゃんと見てましたよ全部。うん、やっぱ皆さんしか分かんないな、残念ながら。わあ、いい顔してるわ、おお、いい顔してる、見てこれ、みんな見といた方がいいよこれいい顔してるからこれね、クロップするからちゃんと見といてね、はい、キヨピー、キヨピー、ああでもキヨピーと三浦さんしか出てこねえ。もう F103 とエンジンカーもねやってたんですね。まあなんせ基本タミヤのメインにすっごい超
気合入れてやってましたね、この雑誌ね。ほんとすごいなと思う。いろんな企画持ってってね。あ、掛川の、あ、そうか、旧掛川だね、コースね。ここでワールドチャンピオン決定戦があったんですね、わーちゃんがね。そこに外人がいっぱいいますけど、さすがに知ってる方はいらっしゃらないですね。タミヤのわーちゃんも、私がまだ過去行った時結構ね外人の方多かったけど、年々招待選手ね減ってきてますよね。それはまあ代理店都合のね向こうの関係なのか、まあ、予算的なものなのかね、いろんな理由があるとは思うんですけどね。全体的な人気の点なのか、まあこうワールドチャンピオン決定戦っていうからにはできればね、もっともっとこう外人選手多く呼んだりってことがねしていただけたらね、まあそれはねあくまで要望というかこうしてほしいっていうものではなくて、憧れる、うん、そうなったら嬉しいなってだけのものであって、まあ無責任にただ言い放ってるだけなんでね、そのくらい軽く聞き流してもらったらいいですね。私これ US シリーズ好きだわ、これもう、うん、マシンをね、なんか自分のそれオリジナリティを出したいっていうのはね当時から強くみんなが持ってたと思う、うん、でそれを自分のこの手の中でねスケールモデル改造できて、でそれをかっこよく作ったりチューニングしたり、でそれでレースするなんて、やっぱりその本当のモータースポーツの感覚を実車でやると大変だけど、やっぱラジコンカーそれ全部叶ってしまうっていうのがやっぱり夢の詰まった遊びですよね。本当思うわこれ、本当に思う。あ、なんかでもねこうパラパラ見てた時にね、なんか見たことある人いましたよ私。あ、これサードパーティーめっちゃつけたやつだ。いやこれ憧れたよねやっぱね。これすげえかっこよくない、これなんかロッドでこう押さえてさ、カーブすごいよね本当に。テックだ、これテックのやつなのか。テック、トビー、フェニックス、パラノイアってあんま記憶ないな。でもあったよね、やっぱテックとかトビーはすぐ強く印象にある、まあ、今はどうかしないけど以前ねタミヤさんのマシンをね受けて作ったりしてましたよね。 TRF なんとかかんとかとか、ね、41なんとかっていうのをねテクさんが作った時期もあったと思います。今はどうかちょっと知らないですね。あ、川田も出してたの。川田も系がタミヤの出してたんだ。へえ、アレックスが出してたんだ。へえ、だよね、へえって私思っちゃった。へえ、川田とかアレックスがね、うーん、まあ確かにね、やっぱ多分この03とかって、まあ、モンスター市場と呼べるかどうか分かんないけどすっごいでかかったから、やっぱりそれに乗っかっていくっていうのは当然っちゃ当然ですよね。今もねそのくらい力のあって、まあ、今サードパーティーがもうほぼほぼなくなっちゃったんですよ。でもね、まあ、今はね現状タミヤさんの商材はやっぱタミヤの中で完結するってことになってしまうんで、それはそれで別に間違ってはいないと思うんですけど、もっともっと例えば市場がね今の10倍あればタミグラだけじゃない楽しみっていうのがね出てきたりして、ね、そこにこう市場があればタミグラに出るんじゃないんだけど自由に改造して自由にラジコン楽しむっていうようなね風潮とか空気っていうのは、これはでもねこの風潮空気っていうのはおそらく今後生まれることはないんじゃないかなって私は考えますね。ということでボリューム4ですね。ちょっとどのくらいの時間かさっぱり分かんないんですけど、こんなんでもまだ見たいという方がいらっしゃるようであればボリューム5の方を見ていきたいなと思います。それではまた。いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければねチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。